ウェブをご覧の皆さん、こんにちは、生田里奈です。突然ですが、私は実はゴルフが大好きで、ラウンドとかをね、年に数回やっているんですけど、最近悩みがあって、スコアがね、伸びなくて悩んでるんですよ。その時に出版社さんの日本文芸社さんから発売されているね、ゴルフレッスンコミックさんの何エリのゴルフ上達チャレンジっていうオファーをいただきですね、今回レッスンの1回目なんですけど、そうですね、チャレンジの企画の名前がありまして、その名もエリポンチャレンジ2018目指せ80切り、イエーイ。ありがとうございますありがとうございます。はい、それでは今日から私にゴルフを教えてくださる先生を紹介したいと思います。これすごいキャッチフレーズがいいんですけど、次世代のゴルフ界を担う期待の若手イケメンプロ、八津先生です。めっちゃ良くないですか。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日からレッスンを教えていただくんですけど、はい、よろしくお願いします。生田絵里奈でございます。八津です、よろしくお願いします。次世代のゴルフ界のキャッチフレーズがちょっと、はい、イケメンプロです。早速ですが、私、ゴルフやるんですけど、はい、どうですか。どうですかっていう。そうですね、動画の方で生田さんのスイングを、はい、何度か拝見させていただいたんですけども、なんていうんですかね、本当にこう全身を使った、うん、こうバネのある、はいはい、本当にダイナミックなスイングだなというふうに、はい、ありがとうございます、はい、そうそう、すごくいいスイングだと思います。ありがとうございます、はい、はい、なんか、なんていうの、弱点みたいな、弱点、はい、なんかありますか。やっぱりちょっとこう典型的なジュニアゴルファーのスイングなんですよ、うん、そうかも、はい、だってちっちゃい頃からやっても小学校3年生からやってるんですよ、はい、でもうだいぶこう大人になられて、うん、力もついてきたり、うん、ちょっとこういろんな知識も入ってきたと思いますので、うん、そこはやっぱりちょっとこう調整していかないと、はい、多分ボールは飛ぶんですけど、こう狙ったところに飛んでいかないあるあるとかなっていうのが、はい、ちょっと見て思いました。わ、はい、かりました。なんかこうやってちっちゃい頃、小学校の時は、ゴルフレッスン場に行ってて通ったんですけど、はい、なんかその時あんまり理解できてなくてだからちゃんと理解してそのゴルフを教えてもらうっていうのが本当に初めてに近いので。あ、そうですか、はい、はい、なのでその辺を整理して、はい、全力で80切り目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。